エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回も漂流者を支配しながら街づくりができるヘイブンドッグの続きをプレイしていきたいと思います。あ、なんかちょうどできた。オウムだって。装備、はい、なんかね、結構やらないといけないことんだね。火事場で装備できますとか。ん？あ、作成できるか。はい。なんでね、まあ、食料とかもちょっとね、水はいいんだけどね、食料がね、圧倒的に足りないというか。ゴールデンフィッシュ取れなかった。え、ゴールデンフィッシュだね、これ。きたー、ゴールデンフィッシュ。いいね、幸先いいね。で、なんだっけあ、研究か。オウムの家が作れるようになったっていう状況だね。で、これ、ロープ。で、オウムちゃんどこにあんのかな。なかなか見つけづらいんだよね。さて、どこ置こうかな。やっぱり農場の方がいいよね。運んでくれるならね。これで、よし。ポリークラッカー欲しい。ポリークラッカー欲しい。あ、すごい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 。クラッカーあげると、ってことか。うわ、めちゃくちゃ偉い。クラッカーあげると体力が回復するのかな。めっちゃ働いてくれるやん。普通に偉すぎないか、ポリーちゃん。小麦があれば小屋はさらに作れるっていう感じか。ちょっと小麦が不足してるから、とりあえず1羽だけかな。うん、増やしておこう。とりあえず後回しでいいかな。あと、このイグルって何なんだろうね。ペンギンはこのイグルーに食べ物を収める。基本的にペンギンはあなたのために働けば働くと幸せになります。え？もしかしてペンギン住んでくれんの？マジか。ということは、動物の社畜がどんどん増やせるわけか。へー。このゲーム使えるもの何でも使うスタイルなんだね。ほんと使うんやね。ちょっと鳥小屋周辺を育っていきたいよね。ということで、ミールワーム作ってみようかな。え、これは照り焼きを使うのか。それならご飯準備してこようかね。あとさ、この料理作る人配置してるんだけど、なんか定期的に人をサボるんだよね。いやー、ほんと動物たち見習ってほしいわ。さて、ここにご飯入れてみようかね。あー、結構時間かかるね。ん？今雷落ちた？あー、火災起きてる。誰も消火しねえ。やべえやべえやべえ。マジで誰も消火しないんだよな。ミールワームまだかかりそうなんで、ちょっとイグルー作ってみようかな。どんな感じになるんだろうね。あー、意外とちっちゃい。なんか頑張って働いてくれるみたいな書き方してたんだよな。ここ置いててみるか。で、魚をあげたら見合ったものを回収するのか。へえ。あ、これペンギンを雇わないといけないパターンか。はあ。やっぱ動物、ガンガン雇っていった方がいいんだね。オウムちゃんがめっちゃいい感じだったから、なんかさらにいいの作れないかな。そうだね、研究しないといけないみたいな感じになってんだよな。あー、なんかすごいのある。水中探査かな。なんかすごい文明感じるね。というか水中で行動できるんだね。へー、謎のアイテム2ついるのか。はー。で、ミールワームの下が、あー、干し草。これ2つあればっていうことか。オッケーオッケー、よし、やることが決まった。じゃあ、まずこれだね。あ、一回で4匹なんだ。ええー。めちゃくちゃいいね。めっちゃうにゅうにゅうしてたけど、気持ち悪かった。気持ち悪かった、それは。これでとりあえず。あ、鍛冶屋か。いや、鍛冶屋じゃないんじゃない。謎の研究者だったよね、確かね。謎のアイテム車で発展とかいろいろしておこうかな。星草の研究終わったんで配置しようかなと思います。というか狭くなってきたから置き場所困るね。
とりあえず一つだけ置いて最低限確保しようかな。あれめっちゃ時間かかるな。ちょっと足りなくて全く進まないしね。自分でするものではないな。ちょっとこれ俺がする仕事じゃないよし、他のことしていこう。上の拡張をしたいね。こっちめちゃくちゃ広いんだよな。あとあの島には直接つながるのかな。やばい広い。待って待って、あー逃げられたあ、てか SOS って書いてある。木材足りるかなあ。ボートがいるのか。上陸できるんだね。ていうかボートって自由に動けるのもあるけど作れるんやね。お、やっと謎の科学者来た。これで進む。めちゃくちゃ待ちくたびれたよ。あったあった、これ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 、これをゲットできれば研究がまた進むね。よし、交換完了。早速研究しよう。これ何ができるかな。水中操作、この技術者の設計図を読むことで潜水艦の建物と貴重な鉱物を採掘するための装備が、設備がアンロック。あ、だからここで文明が大きく変わるっていう認識をするといいのかな。多分そういうことだよね。じゃあ行こう。さて、できたみたいだから他の研究を見てみようか。タウンホールは希望系だね。あとこれはボートエアとか、あーこれか、ナノリいれば作れるやつか。はい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 、これこれがあれか、研究してくださいねって言ってたやつか、これか。で、あなたは、あーないですー時間ちょうだい。おい、造船場できたー。おーおー、ボートの管理とかできる。あー、こんな感じでできるんだ。まあ、手漕ぎボートで。へー、できたねー。できたできたねー、できたね。よし、おお。え？あ、意外と自由に行ける。マジで？これめっちゃ快適じゃん。あ、行けない。優れたボート。え？なんかいるよね、あそこで。あ、ゾウだ。ココナッツはあるかな？え、ココナッツはあるかな？どういうこと？おお、ココナッツアイランド。私は動物学者で動物と話すことができる。あれ、なんでこんなとこ行ったんだろう。私はズーイという。あなたは仲間にしませんか？あ、いいよ。これで何度もイカダに乗り込んでくる変なペンギンに話しかけることもなくなる。あ、これでペンギンが雇えるようになりますよっていうあれか。鳥注意、鳥注意。あ、コーヒー豆だ。収穫できるんだ。あ、でこれでコーヒーメーカー作れるようになるのか、最高じゃん。コーヒーメーカー作れてコーヒー飲めるようになったらだいぶね、いいよ。嗜好品だしね。めっちゃコーヒー大好きなんだよな。ただ収穫しないといけないのもあるけど、これあれだね、それなりに時間かかる作業だな。120秒で1個できる感じだもんね。2分で1個か。横並びにしてるとそうやって取れるわけか。これはカカオ、カカオだって。じゃあチョコレートもこれでいけるのか、すご。
いや思ったよりすごいね。やれること多い、やべえって思ってたけど、ちょっと追いついてきて、あれって思ってたからね。あー、これはいいな。ここで娯楽品っていうか手に入り始めるのはでかい。これ気になるな。ここにいた鳥ちゃんもちょっと気になるんだよね。めっちゃ進んだって感じするわ。よし、次は潜水探査を作ってみようと思います。あ、もう即席でできるの。あ、いや、てか場所がギュギュすぎるんだよね。じゃあ早速塗り込んでみようか。おお、おー、すげえ。ちょ、すごっ。エイもいる。しかも水中専用のものがあるのか。あー、じゃあこれ地上と水中で違うんだね。あとこれは鉱石掘れる感じだね。あれ、ダイバーいなかったっけ。あー、これあれか、前回お亡くなりになった一人か。やばいな。あー、マジか。ちょっと水中頑張って整えてみようかな。採掘の準備ができました。あれ、ちょっと待った、なんかもうドリル止まってるな。あー、これ資源の枯渇あんのか。うわ、やばいな。二人で掘ってる。あ、上戻っちゃった。いや、ちゃ。戻って、場所変えたら資源取りたりとかしないのかな。例えば、いや、場所変えてもダメな感じだよね。どこに置いてもっていう感じではないのか。枯渇したりしちゃダメなのかな。じゃあ回収してまた作ってみるか。回収して、あ、これならいけるね。はいはいはい、これならいいんだ。じゃあこのクリスタルみたいなのは戻ってくるから、ちなみに作って戻して繰り返していく感じになるんだね。44個だよね。これはこれがさ、作業のバランス考えないといけないね。あと、こっちのドリルはどうなのかな？あー、こっちは無限っぽい。何かドクロの幕が増えるような感じにはなってるけどね。あー、消費は激しいけど、まあ、こっちの方がいいって感じだね。何回も何回も出たり入ったりはしなくていいって感じなんだね。物資が集まってきたんで、そろそろワンちゃん買っちゃおうかなと思います。お金に物言わせよう。サービス量半端ない。で、問題はワンちゃん。ワンちゃん何になる。あ、いた、普通にいたわ、ワンちゃん。ヘイブンドッグ。あ、そういうこと。ヘイブンドッグってそういうこと。ヘイブンドッグ、君のことだったのか、名前。ワンちゃんも無事に飼うことができたんで、水中の作物の作成もしてみました。まあ、これが種の役割になるみたいで、胞子みたいな感じだね。で、隣にあるのが専用の畑となってます。まあ、これでワカメの回収ができるようになったから、やっとお寿司が作れるっていう感じだね。なかなかどうやって作るんだろうなみたいな感じだったからね。じゃあワカメを加工しに行こう。この焼いてる時間なんともいないんだよな。磯の香りするんだろうね。海苔作ってる感じなのかな、もしかしたらね。よし、3つできた。
あ、ペンギンさんどうも。何かいるの？あ、ちょうど寿司いるのか。じゃあ寿司一丁入ります。作りましょう。お寿司、お寿司。さあ、お寿司できました。はい、お寿司どうぞ。普通に仲間になったわぼんやり生きる身を考えているえ、どこ行くの？犬がいたから。これでイグルーは使えるようになるね。魚回収がこれで便利になるわけだね。よし、頑張れ頑張れ。君しかいないんだ。これで魚の会社がちょっと楽になるって感じか。でもさ、これさ、おお。あ、こっち作業してくれるんだ。めっちゃありがたい。お、ちゃんと回収して入れてるね。魚を孤立族集めると食糧難防げそうな感じはするね。あとちょっとイグル増やしていきたいね。あ、魔法使いみたいな人も来てた。次ぐらいならどうぞどうぞ。もうこれぐらいなら全然。あと魔法使いならこの大釜でいいんじゃないかな。あー、ポーションとか作れるようになるかもしれないね、これだったらね。よし、じゃあ今回めちゃくちゃ進んだんでここにしましょう。次回はちょっと整え直したりしたいかな。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネル応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。